ヘイウッド軍はアメリカ合衆国テネシー州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は18,787人であり、2000年の19,797人から5.1%減少した。軍庁所在地はブラウンズビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 群域全面積は534平方マイルであり、このうち陸地533平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.18%である。ヘイウッド群はニューマドリッド地震帯の南東端にあり、地震の危険性が高い。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ヘイウッド群は、 黒人が絶対多数となることでは、テネシー州唯一の軍である。ナットブッシュの鳥に木墓地、南北戦争で倒れた五十人以上の兵士が眠っている二千七年撮影ヘイウッド軍の田園部、二千四年撮影ヘイウッド軍の最大産業は農業である。綿花の作付け面積は十万三千エーカーであり、二千三年の生産口は十八万九0 0タルと州内最大の 軍だった。肥沃な土壌に恵まれていたので農業に始まり、数世代経た今でも農業に依存している。生産校としては大豆が2番目、トウモロコシが第3位である。花や野菜の畑も豊富にあり、夏に新鮮な野菜を楽しむことができる。また缶詰や冷凍にも加工している。果樹園もあり、住民や観光客に親しまれている。農業と その関連事業で2004年には1300億米ドル以上を売り上げた。2009年、テネシー州知事フィルブレドセント、ヘイウッド郡長フランクリン・スミスの指導で、郡南部のスタントンに近い3836ウェーカーの土地が、州の支援する工業、メガサイトに指定され、自動車組み立て工場など大規模な工業と事業の開発を目指している。2009年9月、 テネシー州建設委員会が土地の購入資金4000万ベイドルを承認した。ヘイウッド軍の住人の中でも知名度が高いのがブルースのギター奏者、作詞家、歌手のスリーピー・ジョン・エスティスである。1899年あるいは1904年にリプリーで生まれ、その人生の大半をブラウンズビルで過ごした。1977年6月5日にブラウンズビルで死んだ。 ローダーデール軍ダーラムビルのエラムバプティスト教会墓地に埋葬されている。ありがとうございます。